はい、速稼塾の久保です。これからですね、ちょっと未来年表をちょっと読んでみようかと思うんですよ。こういうメールが来ました。未来の年表、人口減少、日本でこれから起こることということでございます。人口減少が起こると何が起きるかというと、大枠ではですね、自動化が進んでいって若い方が今減ってますけども、その減った若い方を補うためにロボット化、効率化がより進んでいくと思います。で、現場には人がいらなくなって、むしろですね、ソフトウェアとかツールを開発する人っていうのが必要になってきますんで、まあ、一部の専門職、プログラマーですとかね、アルゴリズムを作る人の需要がすごく高まるんではないかなと思いますよね。まあ、そういった中で、ちょっとスマホとかインターネットとかパソコンが分かんないよって方は完全に淘汰されると思います。じゃあですね、この私の考え方と、あとメールで届いた歴史年表とともに、皆さんのお考えもまとめていただければと思います。まず2020年から始めますね。2020年、女性の2人に1人が50歳以上にということでございます。皆さんの周りの女性も極端に10代20代の方減ったんじゃないですかね。50歳以上の女性が半数以上になっているということでございます。これはね、ちょっと誤解を恐れずに言えばですね、子孫を作る能力が日本人全体として急激に落ちたということでもあると思うんですよ。もちろんね、50歳以上で出産の可能性のある女性も多いと思いますので、一概には言えないんですけども、これも一般論で申し上げますけども、やっぱりね、50歳以上になると出産の意欲とかね、可能性っていうのはぐっと落ちるのは、まあ現象で一つあるのかなと思います。そういうことを考えると、女性一人一人の人権に配慮して私も発言しなければならないんですけども、2人に1人が50歳以上っていうことは、いや、なかなかね、少子高齢化は急速にこれからもね、進むんじゃないかなっていうふうな予測ができるということでございます。2024年、これから4年後です。全国民の3人に1人が65歳超え、先ほどね、2人に1人が50歳以上の女性だというふうに申し上げましたけども、今度はね、3人に1人が65歳以上になります。これから4年後です。ですので、今は60歳以上が3人に1人っていう計算になるんですかね。で、2027年は深刻です。輸血用の血液が不足します。現在でもですね、血液の不足っていうのは叫ばれているんですけども、輸血提供用の血液っていうのは非常に少ないです。で、血液を欲しがる方っていうのは、これから医療の発達とともにもっともっと増えます。医療の発達とともになぜ増えるかっていうと、手術を受ける人数っていうのが増えるからなんですよね。まあ、そうなるとお医者さんとかナースの数も足りなくなると思いますけども、血液っていうのが圧倒的に足りないんで、手術不能ということもね、起きるんじゃないかなっていうふうに考えられますね。2027年ですから、これから7年後ですよ。おいそれと怪我や病気、慣れないですね。はい、で、2033年です。今から13年後です。私の子供、大和くんがね、生まれたばかりで8ヶ月ですけども、彼が中学生になった頃、何が起きるかってことなんですよね。3個に1個が空き家です。ね、皆さんの周りにも家があると思いますけども、3軒に1軒が空き家なんですよ。人があんまりいなくなるということですね。だから、都市部でも、1万戸の家があるとしたら3000戸以上は空き家ということなんで、空き家だらけっていう感覚ですよね。すごいですね。で、2039年、今から19年後、私の息子大和くんが生まれてまだ成人式にならない頃、火葬場が不足します。どういうことかっていうと、死ぬ人が増えるんですよ。今毎日じゃない、年間で100万人ぐらいの方がお亡くなりになってるのかな。で、これがもっと増えます。いわゆる今のね、70代の方とか、80代の方、60代の方が、今からね、20年後っていうのはお亡くなりになる可能性が非常に高いと思うんですよ。今から20年経つと、そうなるとやっぱりね、焼かないといけないですから、火葬場順番待ちでも足りなくなって24時間稼働になるのかなと思いますし、今度火葬場を動かすね、現場の人が足りないんじゃないかなってことも考えられますので、火葬場ちょっとね、不足はしてるけど増やしてもしょうがないみたいなね、運用する人がいないですから、ここも今のうちに対策を立てなければならないかなってことですよね。で、2040年、自治体の半数が消滅します。今から20年後なんですけども、今過疎や限界集落と言われているところはもう無人になりますよね。で、これ崩壊します。で、自治体の半数が消滅っていうのは市区町村の消滅なんですよ。ですので、もしかしたらね、特定の市区町村、これが合併して消えるんではないかなと。平成の大合併っていうのがありまして、市区町村がいろんなところで消えていてですね、学校の統廃合が進みましたけども、それがさらに加速して、今から20年後、2040年、私の息子が成人式を迎える頃には
自治体がものすごく少なくなっているんではないかなってことですよね。そして空き家も増えてるっていうことなんで、日本っていうのはね、今1億2000万人ぐらいいるでしょ。どのぐらい減っちゃうのかなと思いますね、今から20年後、で2042年です。遠い未来ではないですよ。22年後です。私の大和くんが20歳になって大学を卒業する頃、大学行くかどうか分かりませんけどね、卒業して社会人になろうかなという頃に、高齢者人口が4000万人ということになります。この頃の人口が1億人だとすると、2人に1人ぐらいが高齢者ですよ、ね、どこを見てもご老人ばかりということでね、若者が少ないと。若者が少なければ恋愛や出会いも減りますよね。で、あっちを見てもこっちを見ても古い価値観の人ばかり、私もその一人になると思いますけども、古い価値観の人ばかりで新しい発想が潰されがちになります。そしてこの頃には助け合いという言葉も消滅するんではないかなと思うんですよね。助け合いっていうのは通常自分が誰かを助けて、誰かが自分を助けてっていうこの関係性がありますけども、さすがに2042年、人の助けはできないけども助けを必要としてますよって人がすごく増えると思うんですよ。そうなると、それを支える現役世代、20代30代の人っていうのは快くその頃の私たちを助けてくれるでしょうか。お荷物と感じて、なんかすごく危険なね、思想とか起きないかなと思っちゃうんですよね。もちろんそうならないように、私も今から体を鍛えて、頭を鍛えて、資産を鍛えて、お荷物にならないような60代70代を目指そうかと思います。まあそれしかね、防衛する手段がないのかなと思うんですよね。いつも優しくて、いつも配慮に富んで、いつも知的でですね、もう本当にね、ああいう風な年の取り方したいよねみたいな老人になっていかないと、少なくともですね、迷惑をかける老人とかね、最近もね、すごくね、暗いニュースがありましたけども、なんかね、60代70代になって小学校の女の子とかになんかね、すごくエッチなことをするみたいなことがあってニュースになってましたけども、いや、そういう年の取り方しちゃダメだろうみたいなね、思っちゃうんですよね。あとやっぱりこう、なかなかね、難しいんですけどね、これ一言で言うのがね、交通事故ももしかしたらその頃っていうのは自動運転車が出てきて、救われるかもしれませんけども、なんかね、交通事故を起こしちゃうみたいなのも、本当は老人よりもやっぱり若い世代の方が多いんですけど、まだでも老人が多いみたいな印象がついちゃったりするのも良くないことですしね。それからやっぱり若いテクノロジーですか、今70代80代の方っていうのはインターネットなかなか覚えてくれなかったり、スマホをね、扱ってなかったりするんですけども、これはね、気持ちわかるんですよ。確かに私も今が70代としたら、もう新しいのを覚えるのはね、億劫なんですよね。今まで通りでいいじゃないかになるんですけども、そうなることがいかにね、若者の社会の足を引っ張ってるかってことにも、今から私も気づいていかないといけないかなと思います。確かにね、これから60代70代80代に私なることを考えていくと、その頃に20代の方が使ってるテクノロジーに合わせるのってどのぐらいできるかなと思うんですけども、年を取れば取るほどね、勉強していって動かなくなってきた体の分だけ頭を動かすように私はちょっとやっていきたいなと思うんですけどもね、ついていけるかなと思いますね、この頭が。ということでね、未来の年表というものをちょっと読ませていただきましたけど、皆さんいかがお感じでしょうか。結構ショッキングですね。こういうふうに締められています。こうした人たちの生活は親が亡くなった途端に破綻する、つまり老後に向けた貯蓄が乏しく、低年金、無年金という高齢者が将来的に増大するというのだ。もちろん親の残した財産や土地を相続できる人もいるだろうが、人口減少社会では不動産の価値も大きく目減りする。だって13年後に3戸2戸空き家になるんですよ、ね、空き家がたくさんあるってことは、自分の家を売っても買ってくれる人いないんですよ。自分の土地を売っても買ってくれる人いないんですよ。そもそも土地や家が余ってますからね。で、親が自分自身の老後生活のために預貯金を使い切ってしまうというケースが今後増えると見られる。仮にこうした貧しい世代の老後を全て生活保護で対応しようとすれば、20兆近い追加費用が必要になるという試算もある。繰り返すが、この世代を支える次の世代は人数が少ないということで閉じられております。皆さんいかがお感じだったでしょうか。それでは失礼します。